るあるです。見てください。今日は浴衣を着ています。というと花火大会、イエーイ、今年初です。去年は行けてなかったので2年ぶりの花火大会となります。滋賀県にあるブームの丘というところに入っていきたいと思います。その前にちょっと履物とか用意するものがあるので、とりあえず買い物行ってから現地に向かいたいと思います。また花火大会の様子もアップしますので、よかったら引き続き見てください。じゃあ一旦失礼します。はい、ブルームの丘に到着しました。すごい渋滞です。すごい並んでます。駐車場にすら入れない状況で、入り口の方は人がずらーっと並んでます。これは早めに来たのに、これはやばいですね。3時間前9時からやったっけ。8時45分、8時45分から花火なんですけど、6時から会場で、で、まあ、6時ぐらい行けばいいんちゃうとか言って、まあ、早めに出たんですけど、今5時15分16分なんですけど、駐車場にすら入れない状況です、やばいよこれ。確かに暑そうな。暑いな。みんな浴衣着てる人おらへん。あ、おったわ、こちらは、ね、ちゃんと浴衣着てね、簡単なんで。そう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 、もうピッて着て、帯もくるくるって巻いて、あの、なんていうの、マジックテープで染めるだけなんで簡単なんですけど、今日は髪の毛セットしたけど、今ちょっとよくわかりますよね。私もセットなしです。やばいなこれ。うん、すごい。駐車場が進まないってことは空いてないってことかな。あ、ちょっと進んだ。2000台あるそうなんで、駐車場は2000台超えるんちゃう。2000、どれくらい来るんだろうね。1万人もいるんちゃう。まあ、気持ち悪い。気持ち悪い。じゃあまた何とか難所乗り越えて中に入ったら、また動画回します。はい、ようやく中に入れました。あれから1時間先頭で待ってたんですけど、なかなか動かなくて、動いて入ったのが今18時18分、ちょうど1時間ですね。花火は8時半からなので、まあちょっとうろうろしながら会場まで行きたいと思います。また花火の様子も撮りたいと思います。本当はね、屋台とか食べたかったんですけど、もうものすごい行列で諦めて、もともと併設されてる飲食店で、うん、今、ピザとパスタを待っております。もう花火まではもう私は動かない、無理。これでかい、もうすごいでかいです。顔が顔をくしてぐらいの、これでも500円です。安いのか高いのか分からないね。ちょっと高いのか、しょくれ。また花火が8時半なので、8時半だったら外に出て、ただ15分で終わるんですけど、15分の3000円があったので、楽しみたいと思います。ではまた後で。さあ、花火が始まりました。うん、きれいきれい。気が邪魔だ。気が邪魔だ。おお、綺麗綺麗。おお、すごいすごい。すごい綺麗。チカチカしてる。
ありがとうございます。大好きや、大好き。おー、綺麗。やばいな。綺麗。マジ、敵が邪魔やわ。器用に合わせるな、歌と。綺麗よな、余計に休めて。おー、でかきれいやな。
い。ハムやからこれって。ここ打ち上げ花火で歌った姿かな。最後連続なのな、めっちゃ近でも高いね、位置が。
一番ね。あ、これです。はい、ということで花火大会終わりました。すごい綺麗でした。じゃあ今からまた渋滞に巻き込まれながら帰りたいと思います。では、ダブルアールでした。はい、やっと戻ってきました、車まで。もちろん分かってますけど、帰りで渋滞なんで、ちょっと時間を置いてから出ようと思います。で、ここでちょっとあるポイントがあるんですけども、滋賀の日野町民だったら無料で花火大会見えるそうなので、もしよかったら来年日野町の方は行ってみてはどうでしょうか。結構目の前で上がるので臨場感があって、すごかったね。3500発でも侮ってはいけません。日が綺麗でした。ぜひデートに行ってみたけど、どうでしょうか、どうでしょうか。じゃあこのまま、時間を差つけて帰って今日も寝たいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。